待たせいたしました。お急げです。はい、起きてるの？こんなに処刑してたらいいんかな。いやでもね、晴れ晴れとしてますよやることはやりましたから。はい、こんにちは。はい、こんにちは。嫁です。旦那です。はい、嫁旦です。嫁旦です。とうとうこの日がやってまいりました。前回お届けした僕の罪の数々を見ていただいたと思うんですけど、はい、あのもちろん見ていただいてない方は見ていただいて、うん、なぜこうなったかという経緯が前回言ってますので、はい、で、お待たせいたしました。お処刑です。はい、お処刑でございます。ずいぶんやね、ずいぶんウキウキの。はい、もちろんですよ。私の楽しい時間なんでね。ただね、普通にキャンプします。はい、最後まで引っ張りますよ。もちろんやります。体張るんやからね、そのね。で、冒頭からいきなりお衣装系やって、そのままみんな戻ったったら何も意味ないやないですか。どこでやるかは、そう、どこで出てくるかわからんし、はい、何なら途中で何やるかヒントとか出してくからいきなりこう飛ばしても思んないかもしれないですよ。途中の見といた方がいいと思いますよ。めっちゃ笑ってるやん。なんか腹立つわ。なんか腹立ってきたもん、なんか。いや、仕方ないもん。あなたは目を立てる権利はないよね。はい、ということで、あの前回に引き続き、うん、朝日の丘さんでございます。はい、そうです。はい、楽しく行きましょう、せっかくのキャンプ。うん、楽しいよ。なんかかゆい。そうだね、なんかね。よし、では張り切ってまいりましょう。はい、やってこう。はい、はい、ということで、うん、前回の動画から引き続きのキャンプでございます、うん、はい、しかし、はい、今回は特別編なので、はい、何も楽しくないです。そうなの？楽しくないことはないんだけど、うん、ただ、うん、特別変わったことはしません、うん、この間に続いてのお里、うん、そして見て久しぶりの、はい、ワンエフスペースさんのかがり、僕やったよ。組み立てる。組み立てた。1時間ぐらいかかった。そんなかかったの、うん、誰にも頼らず、何にも頼らずやりたかったの、うん、でも見た。見た、結局見たの、うん、自分の動画見た。そうだね、うん、ということで、はい、二次会でございます、はい、一次会は前回の動画見てください、はい、はい、地獄のような動画でした。ということで、二次会はお肉焼き焼きします。と、うん、いうことで乾杯しましょう、はい、なんでだろう、なんでこんなにテンション上がんないんだろうね。テンション上げてくれるかな。ということで、はい、乾杯の儀に移りたいと思います、はい、ただ一つお知らせがあります、うん、前回から見て次の日です撮影的に二次会です。そうですね、なのでまだ飲んでないですということで、はい、せん越ながら今回も旦那ごと脳が乾杯の温度を取りたいと思います、うん、本当に皆さんにはたくさんのご配慮、乾杯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 。パーフェクトサントリービール。糖質ゼロビール。糖質ゼロだけどちゃんとビール。なんかちょっとフルーティー系の味がする。そうなの、うん、それではお肉を食していきたいと思います、はい、ということで、はい、ごとくちゃんの上に何でしたっけ、コロダッチ。コロダッチ。何パッチ？コロダッチ。コロダッチっていうの？本当に？そうだよ。知ってた、みんな
可愛いね。コロダッチだって。コロダッチシリーズっていうのがあるね。なんかさ、あの、ぽくない、あの、新聞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 、違うな、新聞新聞じゃないな、なんだっけ、睡眠睡眠、あ、そう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 、睡眠不足みたいな、新聞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 不足で、いいやからということで、これが噂のコロダッチ。暑いよ暑いよ暑いよ。で、今日はお肉を赤いのばっかり、赤いのばっかり、うん、なのでタレで食します。ね、久しぶりだね、タレ。これわが家は焼肉屋さん、多分そんな感じだね。我が家は焼肉屋さんじゃなかったっけな。あれ、我が家は焼肉屋さん。何それ、何の CM や。旨辛特製焦がしニンニクラー油、すごない？すごい ね、 ね、これね、2人でね、スーパーで決めるのにね、多分ね、10分ぐらいかけて、ね、10分はかかって ね、 ね、焼肉のタレコーナーでね、ずっと考えてた。いつもあれだからね、おいにしいパスタイム、うん、そんな感じ、うん、だからちょっと趣向を変えて、ね、おタレで、はい、我が家は焼肉屋さん。なんか最近と違ってきた。じゃあお肉を焼き焼きしていこう、はい、最後の晩餐やっていきますか、はい、もう一回焼いたんだけど取れてなかった、取れてなかったからもう一回焼きます、ね、牛バラ、牛バラもう食べましたよ、一回食べた。しかしよく燃えますね、このね、かなりさんね、うん、燃えるよね、燃える、本当初めて使った時すごい燃えてたもん。結構高さあるから、うん、結構使いやすいですよ。そうだね、座って使うのもすごくやりやすいよね。組み立てだけ手こずるよね、その初めてやったら。そう、覚えちゃえば簡単だけど、でもその代わりそのめちゃくちゃしっかりするから。そうだね、微動だにしない。めっちゃしっかりしてる。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。いただきます。うん、我が家はお肉屋さん。お肉屋さん。でもさ、お衣装系のアンケートみたいなのをちょろっとやったじゃないですか、うん、結局一番多かったからとか、うん、そういう感覚では選ばなかったんですけども、うん、多かったのは雪に入って、うん、顔だけ出してとか、あ、そう、雪の中に潜れ的な。そう、多かった、はい、ということで雪に潜るはないです。で、今言ってるってことはないってことなんですね。あの、雪に投票された方、本当申し訳ない。まあ、なのでこう、そういうことをね、今回ちょっとずつ話しながらやろうかな。消去法っていうか、あ、やっぱやんないんだみたいなね。はい、ということでこんな感じでね、今回はちょっとずつお衣装系消去法システム消去法システムやっていきたいと思います。お次は三次会。3次会。何よりもちょっとの配置のミスですね、これね。すごい煙。ずっといぶされてるね。中入ります。ということで3次会突入。はい、はい、はい、ということで、はい、ということでね、はい、ちょっと今ちょっとびっくりすることがあったんですけど、はい、2次会会場にやってまいりました。ずれてない、整えてる、ずれてない。あの話。はい、いつもの感じです。はい、3次会は中でございます、はい、そしてお飲み物はみりんレモン無糖、うん、僕はちょっとお酒を控えます。そうですね、昨日飲みすぎたんでね。うん、乾杯。はい、乾杯。イエーイ。はい、OK、乾杯。なんやこのもう一つの感じ。お衣装系乾杯。にっくりこの笑顔を振りまかれて、このもやっとする感じ。そう、それでな、うん、そうですね、今回ご意見いっぱいいただいたんでね、うん、結構来てるな。結構来てるよ。そんなに処刑してさせたいんかな。あ、精神的な苦痛を与えましょうとか。あと、あの、一人北の国から。書いてた書いてた。あの、北の国からを、あの、ある程度パロってる、うん、北海道のキャンプユーチューバーさんいるんで、いるいる。サラリーマン慶太郎さんっていう。北
下の栗から大好きだからね、うん、すごく僕らは好きで好きシュールな感じ大好きしっかりとしたキャンプしてはるんですけど、うん、でも黙ってられないんだ僕らと同じ性分の方そうですね、うん、まだ会ったことないけど何か やりたくなっちゃう感じですね絶対会ってみたい人そう会ってみたい人次会ったらお衣装券にしてあげて今回までは可愛かったってことでそう優しい人だねこの人は僕お友達になれると思うんですあんまり甘やかしちゃダメなんですよそうそしてやっぱり圧倒的に、うん、圧倒的にっていうかまあまあ多かったさっきも言いましたけど雪に生き埋めにされるんですねかわいそうなのさんっていやいやいやあとはねこれ面白かった、うん、そのアンケートくださいって言ってて、うんポンとコメント入れてくれた人がいて、うん、すごいっす買おうかなこれねちょっとほっこりした私もそこみたいなねいやすごいっすねいいんでね、うん、ぜひ買ってくださいあとねすごい長文で、うん、お衣装系決定ですか、うん、かわいそうな気がしますが、うん、奥様の弾ける笑顔を見てしまうともう何も言えねえです誰か分かったもん視聴者様からも愛ある処刑内容が提案されることを祈ってます処刑はいやあの内容はね、まあ、あの皆さんに決めてもろてっていうことじゃないそうこの方ねずっと逃げ張るんですよ逃げ張る皆さんにお任せしますっていう感じでねあとね嬉しかったのはねノーさんは動画を面白くするために心を鬼にしてポチってるんですよねおねってもう一回ねってきたのですよね。ねって。ね、これはね、なかなかねグッときたんで僕コメント返させていただきました。はい、あ、ノーさんのヒゲ、僕のヒゲを剃れっていうの、あまあまああったんですけど、ねうんうん、そんなんでいいんですか？みんな優しいなもんね。うん、なんかね生瀬、あの俳優の生瀬さんに似てはるとかって言ってくれる方がいた。言われたことあります。ちょいちょい剃るんですけどね。たまにここだけない時あるよね。ない時ある。結構多かったのはまあ多かったんでそれにしましたよね、まあ、ちょっと置いときますほら、うん、一番多かったやつにしたかどうかってのはまた別の話なんで、うんうん、ただ多かったそうですね多かったです要望が多かったです、うん、あとこれもね僕多分ねすぐ返事したんだと思うあのビリビリマシーンビリビリマシーン僕ビリビリすごい嫌なんであのボールペンとかああいうやつか、うん、子供の頃にねガチャポンで結構あったんですよビリ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 、ありましたよねガチャガチャ本当にそんな危険なものを子供にそうだよね子供に今思うのはそうだよねすごい時代だな、うん、あとねやっぱりなんかほっこりしたのはやっぱり、うん、処刑はねやっぱりかわいそうなんでって、うん、痛いのはやめて奥さんの好きなところを25個言って感謝を伝えるの系がいいですって、うんうんうん、ありましたありましたいいですそれで25個言える1個も出てけへんやんけいやいや言えるよ目鼻口髪足いや最低いや数えきれへんいやいいこと言わねえねって折衷支柱引き回し引きずり回しってすごいなこれすごいな真剣白羽取りでお願いしますあそうそうそう受け止めればいいんだよそう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 これ何を使ってほしいんでしょうかそう私もだからそれに返信したの何を使うかが問題ですねって言ってなんかいい武器あるからって言ったんだ私本当面白い面白いねコメント読むのね面白いあこれも面白いねいつも楽しく拝見してますありがとうございます少数派だと思いますが、はい、ノーさんはド S ですねなのであえて何もしないこれ最高ですねお仕置きなしでお願いしますわ、うん、かるわかるすごいいいこといいことそうなのよすごい深い深いの、うん、みんな一斉になしでって言われたらなんかちょっと悲しくなるでしょ多分、うん、すると思う、ね、あとねこう最後になりますけどねびっくりしたのはね、うん、すごいシンプルな中にすごい殺意っていうかさすごいなんかうんって思ったのは、うん、往復ビンタ往復ビンタ、うん、シンプルシンプルそして痛い、うんうん、痛いそしてなんていうんだろう何もこう加工ができないっていうかさ手加減ができない感じナチュラルなリアクションが求められるやつだねすごい難しい
いろいろ本当に本当にね、なんつうの、温かくないおよび温かいコメント両方ね、温かいコメントいっぱいありましたね、うん、はい、ということで本当にたくさんのコメント、はい、うん、ちょっとね読み上げ切ることできなかったんですけどね、うん、まあ、今後もですね、はい、どんどんコメント入れていただければもうできるだけコメントお返しします、はい、よろしくお願いします。じゃあ余計に備えてしっかりと、はい、撮りますか、はい、おやすみなさい、はい、おやすみなさい、はい、ということで、はい、お待たせしました一生懸命でございます、はい、はい、実は終わっております、はいごめんなさい、察しのいい方はもうお気づきかと思いますあのここまでの流れの中で、うん、ちょいちょいとヒントは出してます、そうです、ということで、うん、これからお衣装系のシーンを見ていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、じゃあお衣装系やっていきましょうか清掃でしっかりと、白装束ですか、はい、一応ということで、はい、今回旦那ことノーは、はい、嫁様に対して多大なご迷惑ご心配をおかけしたという罪を償う、はい、一度償ったんですけど、はい、どうも足りないということで、はい、そうです、もう一度刑を受けるという運びになりました、はい、まあ、何をしようか、皆さんのご意見をね、アンケート、うん、コメントをいろいろ見返しまして、はい、男らしく、うん、頭を丸めようと、はい、決断いたしました、はい、はい、ということでここまで伸ばした髪をですね、本日この場で、うん、キャンプ場で、キャンプ場で朝日の丘さんで、はい、朝日サイトで、朝日サイトで断髪の儀と愛になりました、はい楽しそうですね、楽しいねということで、うん、一人にしていただいてもよろしいでしょうか、はい、最後に、最後にね、はい、最後に皆さんにね、しっかりとお話を、はい、すいません、失礼します、ということで戦国の世に習いまして時世の句を一句読みたいと思います、いきます人生50年キャンプのうちを比べれば我がポチド無限のごとくなり夢幻でございます、はい、もう言いたいことは全て済ませました、無限夢幻と無限に続く無限をかけさせてもろってまだまだやったんでという意味も込めまして一度リセットさせてもらおうかなと思いまして愛になりました、今後皆さんご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします、かかってこいや、もう言い残すことはありませんか、いやだな気合入ってたのになんねこれな、 YouTube 始めて公開断髪、うん、するなんて一個も思ってないから確かにね、キャンプと断髪ってなかなかこうくっつくのではないよねこれ面白いんかな、分からんさっきの時勢の雲カットの可能性あるしな出だしだけ人生とってあるから、全然私やるから、やるからじゃあ、はい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、何やでしょう、ちゃんとこれ買ってきましたからお子さんが用つけてはるやつよ、わかるこれ、エレマキトカゲみたいなやつねだってテントの中すごいことになるよね、とりあえずこれつけますってやっていきますね、物々しいすごいなんか久しぶりに見たこういうの、
子供の方をやった。なんやねん。形状記憶やんか。とりあえずかぶってもらって。いいな。これ自分で持ってって感じ。そうそう。持たされたよね子供の頃よく。しっかりとお願いします。それでは準備が整いましたので断髪式の方参りたいと思います。しっかりとね、はい、本日の、はい、武器を皆さんにお見せしてください。はい、ブラウンさんの、はい、お家にあったの農産用のひげ整えるやつですね。ちょっとそれでいけるかな。これで代用したいと思います。多分 いけるとは思います。引っかかりそうなんかバリバリとかなったらちょっと長く入るかもしれないですけど、それでやっていきます。怖い。私やったことないんだけど。楽しい。楽しいね。楽しい。やったことない。人生初めて。処刑。はい。執行。執行。断髪の。はい。参ります。この音怖い。たまんないね。たまんないね。はい。じゃあちょっと、皆さんに見えるようにね。ちょっとだけこうしようと思っていいですかね。私の腕で見えないかもしれないんですけど。はい、じゃあいきます。それ、ええ音してるけどね。なんか、ちょっとは聞こえてるよ。落とししていかんと、多分すごいことになるね。あなたの前に置いといてあげる。もうパーマネント当てれないやん。当てれないね。パーマは当てるねんって言われへん。うん。フラフラしたね。フラフラした。見てはる。見てはる？うん。何してんやろ。うん。あんま、こうやってな、撮るやろ、このままな、目つぶってもうたら、生首、怖っ。オッケー。え？だって坊主にしたって面白くないやん。は？ちょっと待って。でさ、男の人の坊主ってそんなにレアじゃないやん。ちょっと待って、状態が分からへんね。今何？あの重点的にあのこの辺を生かしていただきました。せやな。もう僕あの感覚的にいくと、僕の見えてるビジョンは、はい、落ち武者や。はい、その通りでございます。どういうこと？え、だってつまらんやん。ただ坊主にしたからってそんな詰まるとか詰まらん、詰まんないそういう話なの。ってことで何、どういうことなの。というわけで終わり、落ち武者で1週間過ごしてください。だってね、詰まんないもんね。ただの坊主結構落ち武者になってんのこれ。あれね、一応あのね、あなたお昼のお仕事があるので、あんまりツルツルはいけないので、はい、いやいや落ち武者もいけないと思うんですよ。おぼぼ、これでいいか。おぼぼで、ていうかどうなってんの。何やろこれ。なんて言っていいか分かんない。あ、こうやってなったら坊主感は出るんだね。おぼぼをかぶったら分からん感じ。そう、いいでしょ、ちょうどいいぐらいでしょ。ちょうどいいぐらいかなと思って止めてみました。ほんまに1週間も1週間いけるいける。これで問題解決。刑は執行されたと、はい、いうことで、はい、私は満足です。でももうこれで許したってくださいね。もっと青くないとあかんでとか。全然落ち武者ちゃうやんっていうコメントが来そうですね。大体はそれだけどな。
そんなことってあーだいぶやね、だいぶやね夫婦でね話し合った結果、はい、落ち武者感が薄いので、はい、最初10ミリやったんですけども、はい、5ミリでやってたら、はい、電池切れました、はい、切れたんで切れですはい、こんな感じになりました結構多かったんだよねアンケートでね、うん、多かった、断髪、断髪、まあだから男らしくね、うん、頭を丸めようかと、はい、いう話で今回臨みました、はい、いやノンさん残ってるじゃないですかそうなんです、残ってるんじゃないんです残されたんですしかも向こう1週間過ごすそうですからね帽子かぶれるんだよね、ああ、まあ、帽子ね、あの今回の動画の中で気づきました、笑ってるんですよいやだって目の前でこうパッて撮るんだ気づきました、前回の動画もこの状態で撮りました、そうですね、だちょいちょい笑うんですよあのお怒りの動画のはずなのにちょっとずつ笑うんですよね、うん、それをもう見返してみてくださいあの動画が実はもうこの状態でやってたんだっていう目で見ていただければまたちょっと楽しみ方も変わるんじゃないかなと、はい、なのでだいぶテンションも低く腹も立ってました、もう僕やったんだからいいじゃない、そんなに責めんでもええやないですかっていう気持ちだったよね正直、うんうん、でもしゃあないよね、こう流れがあるんでねあのね撮影中ちょっと泣くんですよかわいそうだって、いや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 ってじゃあいっそのこと言ってくださいってなんかね切なくなるんですよこの姿見てると、どんな感じなんだろうねちょっとなかなか切ない感じでしょ、これでこうするとわかんないでしょ、もともとの団ちゃんなんですよいいです、いつもの団ちゃんでしょ、いつもの団ちゃんこれ撮るとあのね痒くなるんですよちょっと、だからこうカイ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 してた普段もそうしてるんだけど前髪こうやってかき上げる癖があってかき上げれてない、かき上げれてないっていうかやめてっていうかほんまに何やねん、次の動画の時は多分生えてんちゃうかな、多分生えてるんではない、逆からなくなってるんだと思う、そっか、はい、はい、落ち武者王です新しい名前できたいやでもね晴れ晴れとしてますよ、晴れ晴れとしてます、やることはやりましたから、そうですね、僕はもうこれでね誰に指刺されることもなく、はい、僕はもう刑期を終えたんでそうですね、しっかりと勤め張りましたね、ぽっちりと、はい、次のお衣装刑備えてんのか、お衣装刑じゃない次はもう処刑いや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 ということで、はい、2週にわたりね、はい、まずは勝手に買われてムカついた10選、はい、からの、はい、処刑じゃないよねこんなのだもうみんなの意見を取り入れましたよね、うん、恥ずかしめ、うん、拷問でも優しい方もいたよちゃんと、今多分これエンディングですけど、はい、ずっと笑ってあるよ多分向こう側で、はい、ということで、ね、本当にねあの2週にわたりお付き合いいただきました、はい、誠にありがとうございます頭下げるなって言われるこれで一連の流れというか、うん、ケーキというか、うん、終えたので僕はこれからもまたパワーアップしていきたいと思いますパワーアップするんですね、怖いよね、ここまでやったら次何されるんかなって、ね、眉毛は剃られるよね眉毛はあかんな、眉毛はあかんわ、あかんな、うん、生活にだいぶ支障出るよこれは出えへんのかいっていう話だけどなということで今回の動画も面白いと思っていただけたら、はい、チャンネル登録高評価っていうふうにいつもお願いするんですけど必ずしてくださいそれは分かんない、はい、それぜひあのおもろいなと思っていただけたら、はい、チャンネル登録高評価の方ぜひよろしくお願いいたします、お願いします、だから何回も頭下げるなって
帽子かぶるわ。なんかちょっと最後閉まらんから、ね、はい、はい、ってことで、はい、また来週もお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、やからって。はい、ということで、はい、中に入りました。近いって言う。